今回は非人類学園のテッセンのジャングル動画になりますが、トラキの人とナヨチクマですねの方でサンパーですね、これが野良募集したやつで入ってきてくれたやつで、その流れから毎回入ってきてくれてるような試合ですね。味方が、これはトロールとかではなく純粋に東鉄トップでピックして気が狂ってるのかなと思ったんですが、まあしょうがないですね。レイド隊としては、ナヨチ君が伝説、孫騎、あとはみんな陰性ですね。まあやっぱりなんだかんだ、鉄線強いですね。ただ中国勢、めちゃくちゃ雷神使ってきますね。ミッドレーン9尾が雷神士ぐらいの選択肢ぐらい出現率が高い気がしますね。まあ弱くはないですし、まあファームも確かに早いかなと思いますが、やっぱり圧倒的な味方依存なので私はあまり好きじゃないですね。まあ私も対面が9尾だったりとかやべえやついる場合は、まあ、ミッドレーンで雷神士してレーン放棄しがちですが、自分で使っても雷神士でキャリーはできないですね。と言うてる間に、ちっこいのは有効に取られて、宝箱は東鉄に取られて、ブチギレ案件ですね。まあ、その、やっぱりレートが低くなればなるほど、ジャングルの開幕1周目のところのスティールの味方の率が異常に高いですね。まあ、しょうがない部分かもしれないですけど、まあ、これを見てる院生だったりとか、大学の方、宝箱だったりとか、その辺は最初は上げてください。あからさまに取れない位置とか敵が取る位置を、まあそれは仕方なく取るのはしょうがないですが、1周目に関してはマジきついですね。これ止まってるわけじゃなくて、あのリプレイバグでリコールがあんな風になっちゃってますね。まあ上側にカエルが湧くのは分かってたんですが、まあボットウェーブタワー削られるのが嫌だかなと思って一応飛んでみたんですが、思いのほかミニオン残ってなかったですね。というところで、まあ、いつも通り定番ですね。ボットレーンが早々に2回死んでるというところで、まあ、相手はボットを餌認定して、狩る気満々な状況ですね。で、まあ、あんだけ死んでるにもかかわらず、やっぱり圧倒的にそのプッシュに、そのヤバさを感じないんですかね、その危機感というか。もう、あんだけ死にまくってる、フラッシュがない状況で、もうあの真ん中に川があるじゃない、川というかまあ道があるじゃないですか。あれより前に出るっていうのはなかなかにしてチャレンジャーかなって思うんですが、死にまくる、まあだから死にまくるのかなと思いますが、これまずいっすね。やめてまして、これ実はあの装備見てたっていうか、あのマップじゃないとこ見てて、あの気づいたらカニにタコられててびっくりしちゃったっていう状況だったんですけど、やりましたね私も。いやー、きついですね。開幕、1-3ですか。渋い。ただ、まあ、鉄線、めちゃくちゃ今、やっぱり、まだ修正されてなくて強いので、ウルトから、まあ、さっきのミッドの時の雷神士見ていただくと分かる通り、どついて、通常ポコポコ赤バフでお釈迦なんですね。なんで、ウルト最中のパッシブがめちゃくちゃいかついダメージが出るので、今のところ修正されてないうちは、鉄線かなり強力ですね。おそらくこれが半分になっちゃうんかな？ちょっとごめんなさい、あまり効果わかんないですけど、おそらく修正されると思いますね。で、まあトップがこちょこちょしてますが、一応まあ FF ではないので、哲学入ってますから、FF のスタックは気にしなくていいっていうところも、鉄線、個人的にはお気に入りですね。で、これ確実に雷神士戻ってくるのが見えてますので、ここからワンコンですね。で、コンボの仕方としては、ウルトが覚醒したんであれば、通常射程の、1隙後の通常射程とウルトの射程がトントンなので、打ち上げてウルトでどつけますが、覚醒してない状態はおとなしく1隙で、どついて強化入れて打ち上げて2隙というようなコンボでいいと思います。ただ、まあ、やっぱり鉄線の通常攻撃は挙動がバグりますので、その結果、なんかそんなことになってほしくない動きをされちゃうとちょっときついですね。だから本来は MM とかに飛びつきたいところが、まあ、割合ダメージなのでタンクに飛んでったりとかして、結果 MM だけフリーで AA でボコボコ殴ってくる。ただもうそもそもの話、その殴りに行っちゃったのタンク殴りに行ってしまうと、まあ、タンクをさらに減らすことになるのでターゲットが変えれないんですね。で必然的にフリーの MM にボコボコにされるってことがよくあるので、その1隙強化後の通常攻撃がタゲロック聞きゃいいんですけどね。聞くんですかね。まあそもそもタゲロックこのゲームしてないのであれなんですが、
琴肥人に関しては通常攻撃のタゲロックあまり機能しない気がしますね。でタゲロックしてもあくまで通常攻撃のみのロックなので、スキルショットはタゲロック効かないですね。まあちょっと今後はその辺も気をつけてって思いますが、もう1年近くやっちゃったんで、もう気をつけれないですね。まあ立ち上がりはって感じですけど、まあ凍結ですからね、ちょっと不安ですよね。まあ、カニこれがあるから厄介ですよね。美味しいですね。やべ、いやーこれは生きれないかな。粘れんかな。畜生無理ですね。いや結構頑張って避けたんですけどね。そのまあナタは、1スキ2スキを吐いてしまった後に関してはウルトを当てないことには、まあ、もちろんスキルを当てないとクールウルト返ってきませんので、気合で1スキと2スキをいなしてください。そうすれば、要するに左右の壁を使って必ず移動したくなっちゃいますので、壁をつかみにくい位置、要するに今だったらこの穴ですね、見えてる穴の付近に対して頑張って、移動するような形で動くとナタとしてはやりづらいですね。いやーなかなか渋いですね。5、6、僅差はこっちが勝ってますが、まあトップタワーがバキバキっていうところがいいですね。トーテツがやっぱりタワーの折り性能は非常に高いで、ミスキが、かなりガシガシ折ってくるのでいいですね。もう我関せずずっとファームしてるのと、なぜか地味に順風寺も金持ってるんですよね。私がマジで貧乏っていう。まあジャングルだとね、やっぱりテッセン、ジャングルもちろん悪くないんですが、青バフがないとマジでマナが枯れるっていうのが一つと、最初というか、まあこと私に関してはテッセン最初からエースのビルドにしないので、若干タンク作ってからエースに寄せるもんですから、その結果まあアタックスピードが確保できない上に周回速度が遅いっていうことになりますね。買い方はそうですね、ごめんなさい、買い方触れてなかったですね。最初ナイフ買って靴ですね。まあ状況に応じて靴早々に滑り止めにしてもいいですが、失敗しましたね。まあたくさんいないかな、たくさん違う敵待ってるかなとは思ったんですが、ここまでおるとはちょっと思わなくて軽率でしたね。これ私がやっちゃいましたね。まあその間トップ東鉄先生がバキバキに折ってくれてるので、まあ2本目漏れて、あまあ3本目に手をかけてる状況ですが、内側が下の変えるとこれで3トレードなので、圧倒的に僅差がマイナスですね。ちょっと僅差ついてて勝ってたのがこれでひっくり返っちゃったので、これ私が悪いですね。引っ張りましたね味方を。終わりましたね。いやどうしようかなって、なんでこれ動画にしたんかなと思いつつ、多分どっかで見せ場があるから動画にしてるんだと思います。今んところスコアは 1-3-3 で運行ですね。まあただここまで、まあこれ決して多分開幕育ってるとは言い難い状況ですが、ここからひっくり返せるポテンシャルを持ってますね。ただひっくり返すためにはある程度の硬さ、ただジャングルの鉄線にしとけばミドルキャップである程度の HP 確保できるっていうところと、まあスケボーで防御ですね。あとはこの、黒色の値上がりした、ベストというところで、買っていって、まああとはキャップ上げるというところなんですが、まあ、この後ベストを使って、氷鎧にしてもいいですし、はたまたまあ今回みたいな形でハリセンに走ってもいいですし、ビルドは結構あの鉄線も好きに組めますね。ただ個人的にはなるべく早めにハリセンは欲しいかなと思いますが、まあ今回敵に関してもあのカニだけの硬いキャラクターですので、なるべくハリセンは早めにというところですね。逆に敵も硬そうなのが多いんであれば、まあそこは逆に氷鎧でしっかりとタンクするっていう選択肢もなくはないかなと思います。ただまああまりヒーターは、レーンだったらヒーターいいですが、普通にジャングルだったら緑帽子で HP も漏れてますので、特別ヒーターはここで買う必要はないかなと思います。で、ここまで来たら、まあ、今回敵に回復が多いんであれば、ここで阻害を1個かませてもいいですし、はたまた、国標の下級の素材だけは買っといた方がいいですね。これがあるだけで1スキ後の通常がかなりロマンが出てきますね。ただ、まあ、贅沢を言うんであればクリティカルさせておきたいので、国標まで上げてしまってもいいと思います。その辺は、敵だったりとか、まあ、雰囲気様子ですねを見てから決めた方がいいとは思いますが、まあ、やっぱり圧倒的に、その靴、緑キャップ、黒ベストあたりの買い方は、
まあ、あの中国損機もこれでやってますので、まあ、この買い方はおすすめですね。ただまあ黒ベストのところをハイにしてもいいかなと思いますが、ハイにすると南極じゃなくて、ルリ島か、課金弾、回復阻害といったようで使わないといけないので、まあ、個人的にはやっぱり黒ベストの方が使い道は多いかなと思いますね。これを、まあ、じゃあはたまた赤鎧にしてもいいし、それじゃなくて防護服でもいいし、はたまた、氷鎧でもいいというところで、かなり、ビルド幅がありますね。ハイもまあなくはないんですが、あまり鉄線だと作りづらいところですね。まあ、ルリ島を作りゃいいんですけど、とりあえず裏からって感じですね。でまあ、ナタは硬いので放置ですね。こういう感じで雷神士、タゲっていきゃいいんですが、まあ、ユーコ来ちゃったんで、ここは撤収ですね。裏からナタが来てたんですが、タコールといえユーコにボコられるかなと思って、これもやめました。まあ、敵のナタが育ち気味ですが、まあ、内側も悪くはないかなという状況ですので、ここはウルトですね。で、しっかりと、東鉄がウルトをクール使って、パカパカ敵を倒していってるんですよね、これ実は。5-2 なので、普通に東鉄頑張ってますね。これ確かチャットで東鉄強かなんか打ってて一瞬止まってたと思いますね。ただここだけ折って帰りたいとこですが、いやーこうカニがね本当にだるいですよね。いやーマジでなんか中国勢のカニの出てくる率意外と高い気がしますね。まあ今回に関してはこれ多分日本人の方だと思うんですけど、カニマジで厄介ですね。これエンドできる。いやー帰ったら、いやこれワンチャンプッシュしとけばエンドあったぐらいだと思うんですけどね。普通にみんな帰っちゃったんで、まあ、私もただトラキ先生は行きたそうでしたけど、私も行ってもいいかなと思ったんですが、火力の我先に順風が行っちゃって、私もヘルスが少なかったですけど、一応今回火力酷評までできちゃってますので、火力ビルド要請してるんで、ワンチャンマジでエンドはいけない。まあでもエンドはきついかな。なんだかんだ言って戻ってきたのが雷神士だったので、ただまあトライしてもいい価値はあったと思いますね。雷神士一人なので、まあ、ウェーブ処理される前にタコって落としてしまって、そのままっていうロマンがあったかもしれないですね。東鉄もいますし、ちょっともったいなかったかなって気はします。まあ、見た分かる通り、ウェーブがここまで来ちゃえば、ウェーブ処理はだいぶ早いですね。まあ、本当にハリセン一本持っておくだけでだいぶ変わりますので、まあ、どんな状況でもハリセンは買っておいた方がいいかなと思います。で、あとは中国損機、これまた別件でやってたやつなんですが、ハリセンを持った、静雄くんやってて、普通に強くめちゃくちゃ耐えてましたね、ちなみに。まあ、あの静雄もどっかであげようかな、明日かな、静雄をあげようと思いますが、それはハリセンではなく、普通にやってました、やりましたね、私が。いやー、でもなんか泥沼になりそうな空気ですね、これ。いやー、待って。このウルトマジで見にくいですよね、雷神士のやつ。えげつないですよね、このスキンアド。いや、シーズンのこの雷神士スキンはいかついですね。ナタもスキル回し早すぎてバグってますけど。いや、めちゃくちゃ強いですよね。いや、待って、それは死ぬ。危ねえ。いや、本当にいかついですよね、鉄線。1スキで入ったと思ったらすぐクール1スキ上がっちゃうので、本当何回1スキでどつくんだってぐらい。いけてますね。で今回ナタが結構イキリ気味。いやこれまずいな、まずい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 。チェイスするしかないですね。くるくる。いやーこれまずい、当たっちゃまずい。よしよしよし。ただ反転ですね、ここはウユッっていう感じですね。まあウルトがクール上がるのを回ってぐるぐるしてたので、まああんな感じでうまいことを釣れればラッキーというところですね。で純藤が裏側で頑張ってますが、あれはどう考えても無茶ですよね。まあ、本当に鉄線はスキルのクールがかなり短いので、ウルト1スキ2スキどれもかなり短めで設定されているもんですから、それとシナジーが酷評もとてもいいですね。いやでも敵の雷神士カニてか、まあカニがやっぱ鬱陶しい気しますね。本当に突っ込んでいくキャラクターなのに、カニが2スキ置いてその上でクルクルしてるだけで、ノックバックで全てのあのイニシエート突っ込みを無効化しますから、かなりいかついですよねカニ。こう思うと、まあ、ピック率非常に低いですが、低いが上に味方の MM が対応方法が分からずカニにしゃぶられるっていうね。まあ、カニ待ってるとこの茂みはめがマジ優秀ですので、ミッドレーンの茂みとか左右で待ってるだけでもうそこを茂み通ったやつはめ勝ちですからね。ずるすぎますよね。
いやでしかもジャングル、特にそのレーンの MM しゃぶってる状況で、まあ、開幕、私が2周目の時の赤バフかな、それに当たったんですけど、ああいう感じで赤バフに待ってるカニ、無理ですね。あそこだと必ずはめやすい位置しかないので、ジャングルの中でカニに会ったら、マジフラッシュ切らないと持ってかれますね。まあ、ある程度の防具を積んでしまえば、確かにと思いますが、低レベル帯のカニですね、フル防具であってもめちゃくちゃ痛いですね。いやただ試合時間がまだまだ長いですね、これ。トウテツ行きましたね、ウルトで。まあ、トウテツもね、しっかりとウルトでキルが絡まったら強いかなと思いますが、ちょっとウルトがね、本当になんか、射程の割にマジで当てづらいですね。ドラキュラのパンの次ぐらいに当てづらいですね。非人類当てづらいスキルランキングは、ドラキュラのパンが1位、続けてトウテツ、その次ぐらいに一旦モメンの1位好きぐらいじゃないですかね。なんか射程が広いスキルほどやっぱ当てづらいですよね。弾速も決してめちゃ遅くないんですけどね。多分観音の1スキとドラキュラのパン同じぐらいの弾速だと思うんですけど、なんか圧倒的にドラキュラのパンの当たらなさは異常ですよね。マジ。なんか補正入ってんじゃねえかっていうぐらいパン当たらんもするもんね。まあ食べ物は大事にって気持ちわかりますけど、めちゃくちゃありますね、それ。いやーマジ。いやー順風寺。いやーここですよ、ここ。今のがそのまさにその1隙のシーンですね。そんなつもり全くなかったんですけどね。ただめちゃくちゃ強くないですか、これ。1対5とは言わんすけど、1対4ぐらいで突っ込んでって3人落としますからね。めちゃくちゃ強い。本当は今裏側の優子にどつきに行こうとしたら、1隙で削れてしまったカニに強化タゲが、1隙の後の強化通常が入っちゃって、もうカニを殴るせざるを得なかったっていう。本当は今、優子に嫁ぎたかったんですけどね。まあ、こういうことが、やっぱりテスト戦はよくあるので、まあ、これは良かったシーンなんですけど、それによって負けた試合、実は多分この次の試合が、もうテスト戦使ってて、今日は結構テスト戦デーだったんですが、この次の試合は、めちゃめちゃ余裕勝ちしてたのに、1回のポスト当たりの時に、私がその今の通常 AA が、同じような感じで、その試合も確かカニいた気がするな。その時も敵に、そう、優子もやたら見るんですよね、このレート帯。なんか、そんな優子かって思うんですけど、逆に精鋭とか給湯中、牛魔王の出現率めちゃくちゃ低いですね。そう思えば、今日。確かになんか、順風寺優子めちゃくちゃ人気。よくわからんです。やっぱりちょっとなんか、系統が違いますね。まあ、今もしかしたら伝説隊もそうなのかもしれないです。いや、でもそうでもないよな。あ、そう、もうこれ別にクレームじゃないんですけど、まあ、私、野良パーティー最近まあずっと募集してやってるんですが、入ってくる人、入ってくる人、なんか伝説損機の人が入ってくるようになってて、院生とパーティー組んで行くんじゃねえのかと思ったんですが、結局伝説損機とパーティー組むと、敵も伝説損機ですから、なんか院生であって院生じゃない試合。やっぱり圧倒的に違いますね。でもそう思うと、そこの時には、やっぱり優子とか出てこないですね。給湯中牛魔王、精鋭。系統が違いますね、やっぱり圧倒的に。で、まあ、今みたいな形でタンクにしとくと、まあ、カニにはめられても死ぬことはないと。ただこれあくまで私タンクなのでそうですけど、これが例えばメイジだったりとか MM だったら余裕で死にますね。なんでカニは本当に強いと思います。圧倒的なピール力ですね。集団戦のど真ん中に本当に2隙置いてくるくる回ってるだけでめちゃくちゃうざいですから、レートが低い試合ほどカニっていうのはありかもしれないですね。万が一そのサポートにいてこまれたらカニ使っとけばいいまであるぐらい強いと思いますね。で、まあ、味方の投鉄、さすがにやっぱり、まあ、トロールじゃなくて真面目に選んだだけあって、まあ、しっかりと使いこなしてるかなって気がしますね。ウルトがちゃんと当てて、クール解消してやってますので、そこはいいかなと思いますが、投鉄じゃないキャラを使ってほしかったですね。まあ、投鉄もね、弱くはないんですけどね、ウルトをもうタゲ指定にしてほしいですね。それだけ。そうすれば、もっと化ける。今現状だと、マジちょっと化けづらいですね。ベロ伸ばすのは本当に、射程短くしていいからタゲにしてほしい。本当に。頼むから。って思います。運営さんお願いします。まあ、ただ、トウテツ、モグラ、セイ、リュウ。この辺はなかなかの勝率ですよね。まあ、やっぱり4割超えれないっていうのは結構きついと思いますので、まあ、何かしら使い手を選ぶのかなと思いますが、まあ、もうここは、まあ、仮にぐるぐるされるのがうざかったんで、手前から処理しちゃいましたね。まあ、ただ、こんな感じで、めちゃくちゃヤンチーですよね。何も考えずウルト叩いて1スキして通常ボコボコしてるだけっていうので何とかなりますので、めちゃくちゃ強いですね。ただまあとは言うても、
当たり負けしてますね。いやー、なかなか終わらないですね。オブジェクトはめちゃくちゃ取れてる状況なんですけど、極力私最近ジャングルするとき猫したくなくて、事故りやすいんですよね。で、万が一甘えた位置でリコールしてると、まあ、特に今回と敵に雷神士がいますので、猫のドスンと雷神のウルトが万が一にも重なった日にはおしまいですから、まあ、そういったところも含めてマジでやりたくないですね。で、装備は一通りフルビルドですので、まあ、これですね。こっから、まあ、あとは靴バラって、組み直すっていうところかなという感じです。まあ、雷神士もうざかったので、まあ、その辺も含めてお守りにしてますが、まあ、適宜カスタマイズした方がいいかなと思いますね。いやー、どうしようかな、これ。ナタが一気一気してますね。まあ、ただ、ナタに関しては、1スキのドついた後のウルトの打ち上げで、だいぶナタ擦れますので、戦いやすいっちゃ戦いやすいですね。ただまあカニだけが本当に厄介ですね。1で突っ込んだのにカニがウルトで終わりになっちゃうので、そこはちょっとやめてほしいですね。これ、雷神士上ファームした後必ず下に来ると思いましたので、茂み待ちですね。ただまあウルトしてればこれバレ、当たってはいないので、もちろんマップには映ってないんですけど、見えちゃうんですよね。また赤バフがありますので、まあ、こんな感じで戦いますね。やっぱ圧倒的に強いですね、本当に。1ウルトであんだけ削りますので、たまったもんじゃないですよね。いやー、カニかよっていうね、マジキモい。いや、これはキモかったっすね。いやー、マジキモいっすね。いやー、これですね。まあ、しょうがないですね。もうあそこでハマったらもうどうしようもないですので。キモカニプレイされましたね。いや、これ腹立つやつですね。でしかもこれカニ確かレールガン作ってると思うんで、あんだけ食らったっていうところですね。本来はあそこまで食らわないんですが、レールガンがあるとああなりますね。で、私がちょっと装備が迷走してて、邪神の力で吸ったろうかなと思ったんですけど、なんか思いのほか水が弱かったので、結局邪神の力はなしですね。だったら如意棒とかの方がいいかなと思いつつ、最終的にこれ何するんかな。ちょっと何作ったかあんま記憶にないですが、まあ、防護服でもいいですし、まあ、うん、そうだな。どうですかね。これ何にしたんだろう。まあ、一つやるのは邪神の力はなかったですね。邪神するんだったら如意棒の方が本当にいいと思います。ただ、如意棒もじゃあどうかっていうと、まあ、現状で正直有効だったりとか、雷神士問題なく倒せてますので、まあ、防具、用意した方がいいか。今みたいな状況も、まあ、まあ、でも多分無理かな。あの、当たれ方されたらさすがにちょっと無理かもしれないですね。とは言うてもワンチャンにかけて突撃にあんだったりとか、ここはしっかりとナタが上がってくるタイミングに合わせて1スキルノックバックというところでキルですね。いやー、でもやっぱ結構長いですね。20分超えてくる試合はマジで長い気がしますね。ちょっと青バフだけいただけてもいいですかね、これ。まあ、ナタ落ちてるんでおそらく猫はしてないかなと思いますが、でトップウェーブもいい感じにでかいので、相手上押さえないといけないと思うので、だ下押して上下なすっておけば、猫してもいいかなと思うんですが。いや、上に2人かけてますからね。うん、猫始めちゃっても全然いいと思いますね。上に2、なた落ちですから、あとは下側のここで敵に来られなければ、いて、当たっちゃいました。おい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 。まあそう、こういうことなんですよね。結局、猫の度数に合わせられると、マジ事故りますから、それだけはきついですね。大丈夫か。いやー、内落ちくんはだいぶ削りましたね。これいけねえか、いけそうじゃない、雷神士。いける。おいしい。いやー、これですよね。私は有効に行きたかったんですけど、まあ AA が暴発しちゃいましたね。ただ、このまま戦っていいじゃないですかね。いいですね。OK ですね。まあ、ナタも今、スキルミスっちゃいましたね。OK ですね。というところで以上、まあ、テッセンの動画でしたが、やっぱり雷神士がやるときは猫はマジで注意した方がいいですね。まあ、かなり火力が出やすいっていうところは、今ので見ていただければわかると思いますので、まあ、無料で昔もらえたキャラクターですから、まあ、持っていれば一回やってみるといいかもしれませんが、修正されたらわからないです。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。